はい。どうも、シゲルです。今回はですね、細川隆史さんの歌手分析ということで見ていきましょう。まあ、結論も出ちゃってますけれどもね、もうやっぱ化け物でしたっていう感じです。うまいとかっていうんじゃなくて、もう化け物でしたね。で、えーまあ、今回はこの曲でやろうと思います。暴挙ンからっていうね、えー、細川隆史さんを知ってる方であれば絶対に知っているであろう曲。そして、まあ、コロッケさんとかがね、モノマネとかでもよくやって たりしているので、モノマネ芸人のコロッケさんとかがね、やったりしているので、えーまあ、若い世代でも知っているかもしれないなっていう感じですね。まあ、曲もう本当に有名な曲です。で、えー、細川隆さんの曲を、ね、たくさん知っているわけではないので、僕は。うん ねえ、ど、の曲がどこまでこういうテクニックを使っているかわからないんですが、まあ、いくつか見た中ではこういうテクニックを使ってました。もうこれジャンルでしょ。細川隆史ジャンルでしょっていうのがあるんですよ。それが音程の取り方。えー、絶対に下げないっていうところがあります。えー、この曲で言ったら、えっ、ー、と、つがあるわっていうところがあるんですよ。うん。あのー、サビの終わりにね。で、そこが、えー、本来だったら、えー、んどの がるわーって、あーあーあーって、3つ目の音ね。えー、あーあーあーって、ここ下がるんですよ。だけど、ここね、下げないんですよね、細川隆さんって。つがるわーって言っちゃうんですよね。あの、全部同じ音で、最後ビーブラート聞かすみたいな。普通の歌手がやるとすると、つがるわー,ルはー 下げてからのビブラートを聞かすんですけど、えー、細川隆さんは絶対にそこはね、下げないで、つがるなーっていうふうに言います。うん、なんそれがね、他のところでも、あの、結構ね、見られて、これ、細川隆ジャンルだなって思いました。で、えー、島津彩さんとかがこの曲、えー、ジョンカラとかをね、えー、歌ってたんですよ。他の、えー、演歌歌手の方も歌ってたんですが、えー、やっぱね、あの、 細川隆史さんと同じようには歌ってないですね。うん。あのー、なぜなら完全に細川隆史ジャンルになってしまうので、も完全なるモノマネになっちゃうんですよね。そこをやっちゃうと、うん、もうそれその技術を真似した瞬間にモノマネになってしまう。 だからやってないんじゃないかなと思うんですよ。で、もうきっとね、それを真似した瞬間に髪型もね、細川隆さんになっちゃうんじゃないかっていうね。髪型も細川隆ジャンルなのでね、うんえー、そういう風になるんじゃないかなと思います。の、最近の髪型すごいですよね。うん。あの、うん、<laughs> なんか、独特ですよね。はい。で、えー、っと、まあじゃあ、一般的にね、すごいと思うところ見ていきましょう。一般的な方が見ても、えー、超わかりやすい。 とこころでもね、えー、こんなな感じだよっていううふにに僕なりに説明していきます、えー、声量、まあ、マイク、遠すぎあのでかいっていう感じなんですけれども、でかいというか、マイクの、えー、っとねう、マイクの、まあ、マイク乗りがいい声とかよく言うんですけれども、マイクの,その音を拾う範囲っていうのはよく分かってるなって、で芯がある声なので、通、えー、りますね。めちゃくちゃ、 もう腕完全に伸ばしきってるんじゃないかっていう、伸ばしきってますよね、あれ。っていうぐらい話してるのに、もうばっちり音入りますよね。で、えっと、マイクのえ使い方がうまいっていう感じですね。しかもカラオケのように音が反響してえとか、狭いところでじゃなくて、スタジオとかねコンサートとかそういうところでやってるので、いやいや、すごいなっていう感じですね。 で、えっ、ー、と、肺活量なんですが、えー、肺活量に関してはね、すごいですね。この歌でね、えー、こう、あーっていう風にね、伸ばすところがあるんですよ。確かそんなメロディーだったと思うんですけれども、そこでね、10秒やってるんですよ。で、えー、10秒ってすごくないとかっていう風に思いませんかあの、10秒ってすごいのかみたいに。うん。えー、でも10秒すごいんですよ。どういうことかっていうと、えー、歌って、 ていますもうすでにね、あの、体力使っている状態で、まだまだこれから、あの、歌わなきゃいけないっていうところで、えー、まあ、ロングトーンって長いね、この声をずっと同じ音で出すっていうのがあるんですけれども、えー、それ10秒間やってる。これね、すごいことで、えー こうやってライブでやるってことは、あの、息を止めるときに、あの、普通にね、息止める、陸上で息止めるのと水中で息止めるのって、えー、秒数違うじゃないですか、息止められる時間が。なかなか、えー、こう、何、陸上の方が、えー、長いですよね、時間が。あの、同じ、なかなか同じように水中でも息を同じ時間止めていられるっていうのは、ね、できないんですよ。うん。なので、えー、それぐらい、 私がいます。ライブで歌うっていうのは、あと緊張とかもあるし、うん。まあまあ、細川隆史さんはね、そんなに、えー、もう、もう超慣れてるでしょうから、あのー、そういったね、変な緊張はないにしろ、いい緊張感を持たないと、いい歌っていうのを歌えないんですよね。うん。えー、だからこそ緊張感はある程度持っていると思うんですよ。うん。いくらベテランでもそう、和田明子さんなんて手震えちゃうとかって言いますからね、ライブ前に。うん。で、えっ、ー、と、 その中でこの10秒間をやるっていうのはすごいっていうのと、これを曲中に2回やるんですよ、確か。これはね、やっぱね、すごいなと思います。で、えっ、ー、と、ビブラート。これ、これはね、僕がちょっと今表現してもね、さっきちょっとね、マイクで撮ったんですけどね、あの、マイクの精度の関係かね、あまりね、うまく音入んなかったんですよ、えー。だからやめときますが、えー、詰め込み方が半端,半端ないって書いてあるんですけれども、うん、あの、 普通の詰め込み方じゃなく、もっと細かいところまで入れてて、本来の音よくわかんないみたいなね、ぐらいに揺らします。え、こう、山なりにこうなってるとしたら、グイングイングイン、グイングイン、グイングインってなります、うん。だからね、あの、しかも聞き心地のいいようにね。うん、で、えー、これも2回あるんですよ、確か。あ、この10秒の長いロングトーンで歌うところの後、切り際だったかな うん、のところでやるんですが、確か。うん、うん、間違ってたらすいません。うん、えー、確かここでやるんですよ。で、そこでやるんですけど、1回目もね、2回目も同じなんですよ。いや、当たり前じゃんって思うかもしれないですけれども、聞けばね、わかりますよ。これ、これ、 毎回できるのみたいな感じでした。うん。あのー、まあ、自分で作ったメロディーだから、えー、そこのビブラートに関しては、うん、だからできるんでしょうけれども、えー、そこね、改めて、えー、見た僕はねあ、これはね、えー、細川隆さん以外がやるとなったらちょっと骨だぞっていう感じでしたね。うん。えー、すごい、あれでした、本当に。えー、で、まあ、ビブラートがそういう感じですね。 で、えっ、ー、と、口の開き方なんですけれども、やっぱね、声が、まあ、大きいっていうか芯が通ってるって感じなんですね、どっちかっていうと。で、えぇ、ー、その、口の開き方じゃあどうなのっていうと、案外ね、これね、口そんなに開いてないです。大きく。うん。縦に大きくとかっていうのもあまりないし、基本的には、えぇ、ー、自然に開いて、で、 え、伸ばすときとか、ビブラートをかけるときっていうのは、基本的にはもうね、えー、うんとね、まあ、細川隆さんの顔がね、歌ってる顔が今浮かぶ方ならわかるかもしれないですけども、なんかし、えー、ちょっとね、ほっぺたに力を入れて、えー、下唇をね、ちょっとクッとね、力入れた状態で、横に開いてますよね。 あの、横に開いてますよねって、これ分かる人しか分かんないんですけれども、えー、イメージ、そんな感じで、あんまりね、あのー、開かないですね。うん。だから、息の使い方もめちゃくちゃうまいです。もちろん、この時にね、口からだけではなく、鼻からも息を抜いて、柔らかさを保ったりとかっていう風にしてるし、えー、もうそのコントロール、いろんなコントロールをね、えー、しています。うん。だからやっぱ、もう、すごいなっていう感じでした。うん。で、えー、あえて伸ばさないところも意識している。 ですね、うん。あ、これ、ここに、横につけた方がいいかな。うん。あえて伸ばさないところ。えー、このツアールアっていうところ。えー、これ、同じメロディーがね、何回かあるんですよ。で、これ、同じメロディーを、えー、何回も、えーあメ、メロディー、歌詞は違うんですけれどもね、同じ、えー、メロディーが流れるところを何回も伸ばさないです、これ。うん。あのー、 切り、切るところも何箇所かあるんですよ。で、えー、それ何なのっていうと、次にまた大きい山が来たりとか、あの、その曲の、ね、中で、えー、見せ、見せ場が来たりとか、えー、あと次が早いとかね、そういうので、えー、そこで伸ばして力を使ってしまうと持たないんですよね。うん。ね、だからこそ、えー、そういうふうにね、あのー、あえて切ってるところもちゃんと、あのー、意図的にやってる。だから、 一本の線として曲を考えてる。えー曲まあ、当たり前なんですけどね、プロなので。えー、一本線がこうあったとして、で、えー、ここだけ頑張ってプツって切っちゃう人って結構いるんですよ。うんえー、プロでもいると。 うん、いるい今ね、もう何かパパって頭に浮かんだんですけれども、それちょっと言えないですが、えー、そういう方はいます。もうやりきってプツって切っちゃって、次があんまみたいなね、方いるんですが、えー、やっぱ一本の線としてね、ちゃんと考えてますね、うん。だから一見、うわーすごい盛り上がったっていう風にこうやってね、まあ、波でこうなって、うわー盛り上がってるとかっていう風に見えたとしても、えー、実はもっと大きい波がその後に来る。 ために余力を残してたんだよっていうね。そういう歌い方しますよね。うん。いや、すごいなって思いました。うん。だから、細川隆史さん。すごいなと思って、わー、ジョンカラー、すごい曲だなと思ったんですが、えーあの、YouTube でね、おすすめのね、あの、あれが出てきたんです。うん。えあ、ちなみにこの動画は、えこの僕が今説明してるジョンカラーは、な、えぇ、ー、とね、 なんか白い着物を着てるやつです <laughs>。あの、えも、ー、いくつぐらいなのかな、うん、ちょっとわからないですが、白い着物を着てるやつです。うん、あのー、もうみんな、あれ、このタイトルと、えー 細田隆さんの名前書いてあるんでね、どれだよって言いづらいんですが。まあ、多分検索するとね、白い着物のやつ出てくると思うんで、ちょっと見てみてください。うん。で、えそれを見ていてすごいなと思ってたんですが、え津軽山歌っていうので、合ってますかね読み,読み方。えを、なんか、一発撮りでやったっていうやつがあるんですが、えこれが、やばかったっす。こら、 もう、あの、知ってる人からしたら、ええー、やばいっていうふうにわかると思うんですが、ええー、僕が見て、ええー、まあ、この動画ね、初めて、僕、この動画で僕のこと初めて知る方もいると思うんですが、ええー、まあ、メタルとか、ええー、ロックとか、ええ、J-POP とか、ええ、いろんな人たちを見て、わ、すごいなって、世界すごいなって思って、ええー、いろんな曲をね、聞いてきたと。 その僕がこれ見て、あ、やばっていうふうに思いましたね。うん、あのー、これすごいです。うん、っていうふうに思いました。えー、っと、今、とりあえず細川隆さんやらせていただいたんですけれども、まあこんな感じです。ざっくりね。うん、えー、まあ一番の、えー、一番の特徴はやっぱ音程かなって思います。このさ切り際の下げないやつをやるのは、もうかなり、この人の、うん、 あれかな特徴かなって思いますね。あと、マイクの使い方ね。腕伸ばしながらね、やる。あれもかなりのね、特徴かなって思いますね。結構いろいろな方からね、この曲いいですよって、本当にね、ありがとうございます。教えてもらってね、徐々にね、 徐々にやっていこうとはしてるんですけれどもね、以前いただいてたリクエストとかがね、えー、たまりにたまっているのでね、あの、もしよかったらね、コメントに、あの、この曲もいいですよっていうのをね、えー、書いておいてくれれば、えー、いずれね、えー、調べてやると思いますんで、あんま聞,聞いてはいるんですが、あのー、こういうふうにね、分析みたいな感じにすると、なかなかね、時間が、うん、あのー、かかってしまいますんで、えー、もうちょいご了承くださいということでね、えー、そんな感じでまたよろしくお願いします。はい。えー、では。 えー、今回はこんな感じですね。はい。また他の動画でお会いしましょう。